でございます。はい、やばいぞこれは。ついにドライブにやりましたよさて、ジェフの電話番号してるでは、さようなら。コロナ行いがやっぱり良すぎるから。そうですよ、良すぎるんですよ、ね、隠そうとしてもやっぱ出ちゃうんだよ、ね、良さが、人の良さと。なんだこれ、止まれって、これストップになってるよ、これ何、金取られんのかい。おこれ何、入場料かかんの。あ、なんかキャンプサイトみたいなやつなのかな、そういう感じ。I wanna go to the gas station? Yeah.Around my building, the main road's right there, just right down there is their gas station. You can do 15 minutes for free. Thank you so much. 15 minutes. Turn left. Turn left. Stop. Gas station. Turn left. 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 Gas station.これ、はい、カメラ回ってますか。回ってますよあの、ね、いつもねクレジットカードでここで自動で払うんですよ、セルフで、はい、なんですけど、ここは昔ながらの、まあそうですよね。ということでガソリンの入れ方、アメリカのガソリンの入れ方、はい、懐かしいなまずこの隣のストアに行きます。いいっすね。で、自分のガソリンのステーションのナンバー、はい、3番です。3番ですね。椅子がI'm gonna turn it on for you. Go pump it. Come right back. Sure. Thank you. これのクレジットカードは人質に取られてる。どうします？100ドルぐらい取られてるかもしれないです。まずノズルを取ります。30ドルあれば。30ピッタシに止めてくださいじゃあ。お、そういうの俺得意ですよ。できるのか。できないのか。あー、近づいてまいりました。いけるのか。おなみつきチャレンジ。おいおい、あと2回チャンス上げます。あと1回、はい。ブブーおい、まあまあ結果良しとしましょうか。じゃあ15分ただ15分経ってる気がする。ギリ、あ、1分過ぎてますね。Oh, oh, thank you so much. Have a good day. 1分おまけしてくれた。もう時間見ます。日頃の行いが出ちゃうんすよね。いやー出ちゃいます。今も俺もうお金払おうと思って、もう手は財布にかかってたんですけどね。いらないっていうか。出ちゃいますね。もうしかも音声もただかもしれない、もしかしたら。おお。いや君たちか。ぜひ入っていきたまえ。サンドバッグじゃないですよ。チェックイン。すげえ。私たちはここに向かいます。今ここです。皆さんこんにちは。ロサンゼルスのパフダディオです。皆さんも一緒に温泉浸かりませんか。もう次回はね、ぜひあの女子も含めて、ぜひね、ビキニ美女とね、一緒に参加されない方は男女混合この出る研修が。じゃあ今年を振り返ってどうでしたか。
2018年は振り返るというよりは、俺はもう2019年にも過去はもう生ゴミなんで、ね、もう燃えるゴミに捨てちゃいました。燃やしましょう。出会いとかそういうのはすごい良かった。この業界というか、まあ、この業界だけじゃないかもしれないですけど、出会いってめっちゃ重要ですね。いや重要ですね。結局はやっぱ人と人とのつながりなんで、出会いが8割ぐらいって言っても過言じゃないかもしれないですね。っていうのと、あとまあね、企画してた映画が来年クランクインできるのと、うん、結局来年なんですね。来年のための布石とはなりましたね。なので今年のこう出会いと培ったもので来年勝負できればなと、で来年やっとね一緒に仕事、そうですね、まあ、これもそうだ、そうなんです。これが第一弾、第一弾ですね。でその映画のねビハインドシーンをもしかしたらこのカメラが追いかけるかもしれない。ブラックフライデーで買った GoPro Hero 7 Black 昇天してしまって、湯船入るとね、疲れ取れるんで、ぜひ、しかもおすすめです。最高ですね。最高でしたね。あー、よかった。はい、どうもー、どうもー、いい湯でしたよ。いい湯でした、久々のお湯に浸かりました、はい、なので今から次の目的地はとオーシャンパーク、違うなんだっけ、オーシャングリル、グリルです。ご飯食べに行きます。ご飯ですね、はい。いや、湯やったねこりゃ、でも3時間 LA から3時間で雰囲気変わりますね、うん、そうですね。もう眩しくないぞこりゃ、これは眩しいぞ、眩しいぞ、目が売れる。ミスさんハイキングとかもしますか？あんましないですね。でもまあこの前あのグランドキャニオン行ったんで、うん、そこではだいぶハイクしましたけどね、うん、ハイキングよりはバイキング食べる方ですか？スープランテーション最近の流行り、スープとサラダの食べ放題、どんだけ食ってもね次の日体重増えてないですからね、うん、満腹ーっってもう食えねえよっていうぐらい食ってもこの間2日連続で行って3日やばい。いやでもあれはハマる、あれはハマる。もうなんか綺麗っすよ、いい感じ。桟橋が見えるぞ。Turn left on Front Street。もうこういうとこで食えるじゃないですか。やば。あ、もう超いい絵これ。もうここにあれすればいいんだな。You have arrived. Destination is on your left.